こんにちは、サトチンです。今回やるのはこちら、スクイーズ新鮮プニプニお寿司ですね。全部で5種類かな。しかも対象年齢やばいっすよ、16歳以上ということで、サトチンさんはまあおっさんなんでいけますね。全種類出るまでやってきてもらいます。ちっちゃくない？予想よりちっちゃいんだけど。まあまあまあ、マグロ。お、すげえこれ。すごいすごいすごい。すごいすごい。この下の部分はスクイーズじゃないですよね。ちょっと、食品サンプルみたいな感じなんですけど、上がやばい。完全にスクイーズですね、これ。匂いはさすがにないね。いや、サーモン一番好きなんで、サーモンを出したい。どうですか、これがプロフェッショナルです。出た、サーモン。だから5回でコンプリートもあながち嘘ではない。いや無理だと思います。超リアルじゃね。だけどキーホルダーとしてはちょっとあれかな、こうくっついちゃうもんね、お願いします。エビ、すごいですね。まだノーかぶり。はい、こちらがエビのスクイーズです。すごいねこれ。斬新すぎ。男向けですね。大人向けかもしれない。あ、だから16歳以上なのかな、これ。ほら。はい、出ました。いくら。リーチ。うわ、すごい、これで、5回目。卵出してコンプリートです。紙引き止まるのか。卵！はぁ、最初に戻った。6回目。サーモン、順番が戻りましたね、次これは7回目、卵出てくれ。よー、来たー、順調じゃないですか。買うより安い。買うより安い。これ1個何百円なんですか。300円ぐらいですね。またはいくらですか。300円で2個買いました。320円ですか。カメラマンは320円で2個買ったということで、かぶったものを差し上げたいと思います。よっと、はい、というわけで5種類7回目でコンプリートしたんですか。すげえ、見事ねゲットしました。これが最後に出た卵です。卵が一番肉厚でいいですね。へえ、これちゃんとね海苔に巻かれてます。でもねやっぱりねゴミがついちゃうと思うんで、キーホルダーとしては活かせないのかなと思います。クオリティはいいですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。おもちゃのポニーというガチャガチャショップでした。ぜひね皆さんも来てやってみてはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。お寿司スクイーズガシャポンコンプリートまでやってみたという動画でした。また次の動画でお会いしましょう。